おはようございます、黒三つ葉です。ということで本日はですね、とうとうあのマーズを超えるかもしれないキャラがですね星4号に登場しました。そのキャラがこいつですね、モラウです。でこのキャラなんですけど、まあいろいろとね書いてあることがおかしいんですよまずは砲撃型の貫通で、友情コンボの方がダブルエナジーサークル M です。今までルシファーとかガブリエルとかのダブルエナジーサークルっていうのは L だったので、 M っていうのはおそらく初の登場になるかなと思います。なおかつスワビレ弱点キラーということで、この弱点キラーがダブルエナジーサークル M の方にも乗ってくるということで、もうかなり強いキャラになってます。ということで映像の方早速流していこうかなと思います。でまあやっぱりとにかく友情コンボですね。キラーが乗ってくる砲撃型のダブルエナジーサークル M っていうところがちょっと星5の中では別格なのかなっていう印象を持ちました。でしかもこいつ SS もなんか地味に強いんですよいっぱい分身出して結構火力稼げるんで、全然 SS も悪くないっていうか、むしろ強いんですよね。でなおかつさっきも言った通り超マインスイーパー持ってるので、まあ地雷が出ないステージでも4回殴る分には地雷を持った状態で殴れるということで、火力の方もねかなり期待できるキャラになっております。まあしかも弱点キラーも持ってるので、まあ地雷所持の場合であれば 1.5倍×1.5倍でね 2.25 倍ということで、そうですねかなり高いものとなっております。で今回4体使ってるんですけど、1体もワクワクの実がついてないです。なので友情コンボに関してはまあ遊撃 L をつければこれの 1.25 倍出ると考えてもらえるので、まあ、やばいんじゃないですかね。まあ、本当に1年間ね、マーズ級のキャラっていうのが出なかったんですけど、ようやくここに来てね、まあ、モラウがマーズ級のキャラになったかなっていう印象ですね。なので本当にこいつは売らないであげてください。で、まあ、自分今回ゴンが欲しくて、メインの端末とかは基本1段しか引かなかったんですよね。で、1段だけしか引かないと、もちろん星4号もね、第1段の方がピックアップされてしまうので、このモラウが全然出なかった。たんですよ。なのでそこはちょっと後悔してます。ゴン一体のためにモラウの90作れたところが、まあレオリオだったりとかになってしまったっていうのは引いた後にすごい後悔しましたね。まあなので一段のキャラ1点狙いするぐらいだったら、まあ引く回数にもよりますけど、モラウ狙いも含めて第2段引きに行ってもいいんじゃないのかなと思ってます。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ今日ガチャ引かれるって方も多いと思うので、まあ間違ってねこのキャラ売っちゃわないようにっていうことで、まあこの動画をねコラボを第1弾の動画として上げさせていただきました。まあ何度も言いますけど本当に売らないであげてください。ということでご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ、黒三つ葉でした。